今回は岡山県筑後郡早島にあります早島ふれあい公園にお邪魔させていただきました。早島ふれあい公園、なんとキャンプ施設リニューアルオープンということで気になりますよね。そしてこの4月3日から4日までの2日間イベントをやってるということなので、そのイベントに行ってまいりました。要チェックですよ。それでは最後までよろしくお願いいたします。今日も始まるわけですけど、今日はね、岡山の早島町というところに来てます。なんだろうな、コンペックス岡山とかそういうのがあったりとか、早島ふれあい公園っていうのがあるんですよね。で、最近ねちょっと行こうと思ったんですけど、なんか休園みたいなことを やってたんですよね。休園中で、なんか、まあ、この度ね新しくなってなんかイベントをやってるようで、キャンプ関係のイベントやってるようで、ちょっと行ってみようかなと思います。両シャトル乗り、はい、というわけで今日はこちらに行ってみようかなと思います。お、じゃあちょっと行ってきます。駐車料金取るんですね。前はなかったんですけど、これから何かねいろいろとやるってことですかね。はい、行きましょう。受付がちょっとね、パンフレットもらったんですけど、4月10日からこのリニューアルオープンっていう感じで、このキャンプができる施設で、もう今までは多分結構アバウトだったような感じだと思うんですけど、このキャンプ用の設備があって、このドッグランとかもねあったりとかで、このねイベント終わったら一旦閉めるみたいなんで、で4月10日からまたこの遊べる施設がオープンされていくということで、とりあえずまあなんかプレオープンみたいな感じだと思っていただけれたらなと思います。で、今日のイベントがこちらになりますね。今日はもう土曜日なんですけど、18時まで で明日が日曜日16時までということです。はい、こんな感じです。有名なね、芸能人とかも来たりするそうです。はい、というわけでね、まあ、いろんなね露店があったりするんですよね。こんな感じ でその中で、まあ、この竹細工というか、面白い感じでねデザインされてる感じが、はい、でこの先にちょっと行ってこようかなと。大きなね白鳥がいるんですけど、こっちね大きな錦鯉もいるんですけど、今日はなんか目立ちますね。キャンプがねできる、がっつりキャンプできるエリアというなことになったんでね、こんな感じでキャンプでテントが張ってあるんですけど、はい、これね管理棟だと思うんですけども、こういう感じでしっかりとトイレがあるんで、キャンプする方も女性とかも、ね、特に利用しやすいかなと思います。
というわけでこちらがねこの林町ふれあいの森公園ということですね。今現在地がこちらになるんですけど、結構ね広いですね、はい。まあ、これが目の前の池になるんですけど、でその上に、まあ、そのキャンプする施設だったりとか、でこの下の方にもねいろいろあるということですね。いやでも距離的にはねそんなに長い距離を歩くわけじゃないということなんで、5分ぐらい、まあ、5分以内に、まあ、この、ね、入り口から来たということで、ここは変わらないですね昔から。大きな、ね、橋があって、まあ、絶対に登りたくなるんですよね子供の頃とかね特に。でこの下に見えるのがこれ散った桜のねなんか絨毯というかね、こんなにね散ったってことですよね。大きなね鯉が見えます。で普通にねこの先行ったりしたらあの登山道というか軽くねウォーキング山登りできたりとかするんですよね、はい。じゃあちょっと進んでいきます。今日のイベント会場です。もうねスタッフエリアとかスタッフもね泊まるのかな、立派なテントがね並んでます。でこれずっと行ったら飲食ブースが、あるということで、いろんなお店がね、お花屋さんかな、おスウェーデントーチね、これ面白いですね、はい。でどんどん進んでいこうかなと思います。というわけで、まあ、こんな感じでね露店が出てるということです。はい、というわけでこちらがこの2日間のイベントなんですけども、今日はねこんな感じだったんですけども、まあ明日が日曜日ね、ウラジャあったりとか、この YouTuber のひろしさん来たりとか、フラダンスあったりとか、またこれも見ものですね。はい、というわけで今日も終わろうかなと思います。皆さんがね期待してるようなそのなんだろうな食べ歩きとかねそういう感じじゃなかったんですけど、まあ雰囲気かな、こんな感じになったよと。特に何もと言ったらちょっとあれかもしれないですけど、まあ、要はキャンプ施設がすごい充実してるというか、これからねキャンプのシーズンになってくるんで、比較的キャンプしやすいシステムになってるということですよね。なんかいろいろとねまだ掘っていかないといけない部分あるとは思うんですけども、岡山南部でこうやってね大自然に囲まれた中でキャンプができるというね、炊事場とかねちゃんとトイレとかもあるんでね、いいと思いますよ、はい。ね、この遊び場とかもねあるので、まあ子供だけだったらちょっとこのね危ないかもしれないんで、まあね保護者の方とっていうことですよね、この辺で水遊びね、はい。いうわけでね、ぜひ皆さん行ってみてください。ね、このイベントが終わってから一旦ねまた閉まるらしいんで、自粛しますけど、4月の10日からまた改めて再オープンするということになってます。はい、今日はこんな感じでありがとうございました。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン。
チャンネル登録もよろしく。